北海道札幌手稲高等学校は、北海道札幌市手稲区にある公立の高等学校。北海道内では、中堅上位の進学校であり、現役生と可燃度生合わせて10名程度が、北海道大学に進学する。札幌県では、小樽商科大学や北海道教育大学、道央県では、室蘭工業大学、青森県の弘前大学など、 地方国公立大学へ進む生徒が多い。特に、小樽商代の合格者数は、長年にわたって、全国一位を研修していた。平成24年度には、現役国公立大学合格者数168名に、達し、全同一となった。近年は、国公立次第ともに、道外への合格者が増えてきた。また、マーチ投手都圏難関次第への合格数も、 一定数ある。生活指導が厳しいが拘束自体はあまり定められていない。2007年度から1年生から3年生まで従来の男子の学ラン、女子のステッチ刺繍のノーコンブレザーから男女とも今風のチェック柄のスラックスないしスカートのブレザーの新制服に変わった。男子のネクタイ、女子のリボンはワンタッチ式のものである。9年度から 女子のスラックス着用が認められるようになった。またさらに13年度から、夏の指定ポロシャツの着用が認められるようになった。スクールバスが、ハッサム南駅から運行されている。最寄り駅である、手稲駅からは、スクールバスは運行されていないが、北海道中央バスが、駅北口から高校を経由する、石狩新港西線、手稲線、手稲阿麻生線を運行しており、 所要時間10分弱で、本数も多く、通学は十分可能である。夏は、駅から自転車を使う生徒も多く見られる。また、阿蘇駅から、高校経由の定、丁根阿蘇線、北24条駅から、高校経由、行の、新川線、新琴谷に乗船が運行されている。ありがとうございます。